吉田選手5度目の防衛戦となります山名部選手戦への意気込みをお願いいたします。まあ、全日本プロレスで一番勢いがあると思っているのは素谷選手だと思っているので挑戦者ということで、まあ、すごい楽しみです。全日本プロレスに勝った？まだ勝ってねえだろ佐々木！俺の挑戦受けろ。おい、挑戦何でも受けてやるよ。おい、俺が大日本ストロング BJ のトップだ。絶対負けないから、いつでもやってやるよ。全日本プロレスはまだ負けてねえよ。おい、舐めたこと言ってんじゃねえぞ。これ大日本プロレスは、おい、次俺の挑戦受けるって言ったな。チャンスがそこにあったら俺はどっからでも食いつくぞ。どっからも食らいつくぞ。逃げんなよ大日本プロレス。待ってろ、ワイルドに俺がまたベルトを取ってやるから。以上。自分の見てる中では素谷選手一番今全日本の中で輝いてるんじゃないかと思いますよ。そういう選手が、うん、来てくれたってのは俺は本当に嬉しいし、でも、俺はこのベルトは渡すわけにいかないから、俺は負けねえよ。ワイルドワイルドって言ってるけどね、本当のねワイルドっていうのはね、まあ俺だから。知ってる人は知ってるかもしれないけど、あれワイルドワイルドって言ってるけどね、本当のワイルドっていうのはね俺なんだよね。さあそういうこと、うん、ワイルドワイルドって言ってるけどね、風貌がね汚らしいだけだろって。本当のワイルドってのはこの俺だよお前。それだけ見ててくださいよ。その本性を出していきますね。ちょっとずつ